難しくたくさん音出したからっつって人が感動するかってそんなこともないよね。メロディーをねいかに気持ちよく届けるか、まあこの曲が単調の曲だからこの単調の曲らしくどうやって届けるかってとこに命だから、最終的には演奏が大事になってくるわけで、国枝先生のもっと一言言うからね、これ誰かメモして後で言ってね、優しい曲の方が高級なんだよ。優しい曲の方が高級なの。なぜかっつったら優しい方がみんなが弾けるし、メロディーはちゃんと伝わるし、だから同じ効果だったら優しい曲の方が高級なんですよ。ところがみんなピアノの曲ってのはどっかでどん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 難しくなっちゃうのね。でみんな弾くのが精一杯になっちゃうわけよ、音拾うのが。だから聴いててつまんない。だったら自分で弾きやすいレベルの曲を選んで、それを精一杯をいい音楽にした方が絶対いい。だから打楽器でもそう、トランペットでもそう、他のいろんな楽器でもそうだけど、優しい方の方にが絶対に自分の気持ちとか音楽表現って注入できるじゃん。だから自分の能力を高めれば高めるほど自分がたくさんできる曲が増えてくるわけ。だからテクニック磨くわけ。でも無限にテクニックつかないし、先生たちの年になったらわかるけど、思った通り動かないんだから指が。スポーツと同じ。もういくらなんだって、いくらイチローが頑張ったって結局現役引退したじゃない。ね、40いくつまで大リーグでやるなんて考えられないんだけどさ。でもやっぱりいつかそうやって動かなくはなるわけよ。でもその時に何で補うかというと、やっぱりそう表現力とか、今までずっとやってきたことがそうだよね。だから難しい曲だけが高級じゃないってこと。優しい曲をいかにいい演奏するかっていうのに、例えば演奏家はそこに命かけてください。それから曲を作るんだったら難しい曲を作ろうと思わないで、優しい曲をたくさん作ってください。そういう人の方が曲が残る。